エンジョイパチンコライフ。皆さんこんにちは、ななこです。本日は埼玉県八潮市にありますことぶき草加店さんに来ております。本日はマイナス500枚からのスタートということなんですけれども、まあね、ゴールデンウィーク今日5月5日なんでね、しっかりとお店様も頑張ってくれてるんじゃないかなと思うので、しっかりと私も頑張って逆転できるようにしたいなと思っております。そんなことぶきさんなんですけれども、ちょっと後ろ見てもらえると分かるんだけど、なんかね、スロープも結構しっかりした駐車場があって、で上全部駐車場みたいなんで、車で来られる方とかもあんまりね、こんだけ駐車場広ければ満車の心配とかもそんなないでしょうし、ね、近くの方とかでも車で来る方多分いっぱいいると思うんで、かなり広いお店なのかなと思っております。だから広いからこそ台選びちょっと優柔不断にならないように気をつけて、本日も皆様に残り500枚からの華麗な逆転劇をお見せします。5スロと10スロも気になるけれども、今日は20スロ。どうしようかな。かなりバラエティーコーナーラインナップ豊富ですね。だってダイナミックサンダー V があるよ。いや、超打ちたいけどダメ。超打ちたいけどあかん。あ、モンキーも気になる。モンキーか。いや、打つならモンキーかバジリスクかな。どっちにしよう。ちょっとゲーム数がこれ384ゲームなんで、ちょっと今ここから打つのってどうなのっていう感もあるので、ちょっとバジリスク絆に行こうと思います。これ当たってくれると嬉しいな。頑張ろう、頑張ります。今日はバジリスク絆で逆転するぞ。それでは、バジリスク高画忍法帳絆、こちらで、今日は頑張って逆転をします。まずは巻物を引いていただかないとお話になりません。か、今日チェリーで男女屋敷とかでもいいけど。自家投資。時峠行きますね、これ。ジャックチェリーで。だから今巻物なんだって。ほら、ジャックチェリーだよ。また今日チェッジャクチェジャクチェジャクチェか強チェか中リールで分かるんだよね。追加投資です。特に何も起こらないまま、またもや追加投資です。モンキーターンが00だったらね、ちょっとやってもよかったんですけどね、設定変更されてる可能性もあるから。設定変更されたら512まで当たるんで。でもね、もうあれ今日当たっちゃってるんですよ。2回か。だからね、ちょっと悩んだ挙句の絆行ったんだけど、絆
ズナマジ何も弾けない。ちょっとマジ何も弾けないんだけど。セカンド押しだよ。いやマジ今日ツベルじゃないんだって、欲しいのは巻物なんだって。きたー、これダメパターンやー、ダメパターンだよこれ。知ってるこれ、もうエースでダメなの。巻物来たけど違うんだよこれは。あれだな、当たるまで頑張ってこの台を回すか、当たんなかった時でも次の人が天井めっちゃ美味しいよまあ頑張るか、しょうがね。もうそしたらもう次の方がもう天井頑張ってねって、天井もうすぐだよっていう。直通し、あかんあかん、これあかん。ちょっとマジでちょっとやめて、本当に何も来ないけど。弱点じゃない欲しいの。欲しいの弱点じゃないよ。来たー巻物ー、帰る来る帰る、アフ来る、ボアーの頼むよ、当たってよ。ちょっと勘弁してマジ本当に、なんでちょっと私がこれを回してる、当てられない間周りでどれだけマジでスクチャンスが引けてるか。いやーいけない、ただね、あおお、ちょっと待って、でかくなる、これ当たるかも。あー、やばい、これ当たんないかもしれない大きくなったのに、リール。またこれでも、あ、お、来た、当たった、これは当たった、来た、セーフー、天井行かなかった、よかった、よかった。382ゲーム、よかった、まだなんとかメダルがあった。まだワンチャンあります。でもおぼろでやりたい。来た、あんなに来なかった巻物がここで。ただ移植はちょっと弱い。エフェクトない、ダメだ。
満月微妙い。これ屋敷チャンス。てか屋敷チャンスどころか当たるかも。ランプ黄色いだってどうせこれやめなきゃいけないんだったらモード見ても意味ないじゃん。ダメか。ダメだった。この時峠から落ちたタイミングでメダルがなくなりました。はい、人生終了です。人生終了というかね、人生終了というか巻物が引けなかったんだよ。本当に巻物が引けなかったし、巻物が空気だったので、一応2回バジリスクチャンス、バジリスク絆を打ってバジリスクチャンス2回入れたんですけれども、まあね、入らない。1回目のバジリスクチャンスはバジリスクチャンス中に巻物を引きました。まあ、ただ異色だったけどね。異色のバジリスクチャンスに巻物を引きました。入らない。で2回目、なんと巻物からではなく強チェリーから BC 入れて、もうね、どうせ残りのメダルも少なかったんで点々でやったんですよ。なったら気持ちいいだろうなと思って、そんな気持ちだったからかわからないけれど、当然ならず飲まれ、見事500枚あっさりとなくなってしまいました。すいません。いやでもね、まあ打っててっていうか、その店内見てて思ったんですけど、やっぱ負けてたりとか、その飲まれてたりとかしてても、お店の人がねすごいね笑顔でね、すごいね気持ちよく接客してくれるんですよ。だからなんかそんなにね、なんかイライラしないで済んだイライラしないで済んだっていうのも変なんですけど、本当にお店の方の接客態度がすごい良くて、まあ、笑顔ももちろんですし、あとはなんか対応もすごい丁寧だったんで、多分すごく気持ちよく遊べるお店だなと思いました。ただ私が引けなかっただけ、本当にそれだけ。周りは出てた。だって隣ポイポイ入れてたもん。どっちも、こっちは鳴るし、こっちはなんかもうあのスプジョンとか入れてね、AT 入るし、その向こう側もだよ、向こう側も AT 入ってたからね。私以外全員 AT 入ってたんですよ、バジリスク。もう超悔しい超悔しいけど、負けてしまったのは仕方ないので、次に生かせるように頑張ります。そして、この動画がアップされている、週末には人気のライターさんが来店予定ということなのでね、その日も皆さんぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。今日は残念ながら私は逆転することができませんでした、いつも言っております。今日も逆転することができませんでしたもうね、いい加減逆転させてください。お願いします。本当に私に引きを分けてください、というわけで、次回も逆転できるように頑張る気持ちはもうバッチリです。頑張りますので、皆さん次回もよろしくお願いします。それではまたねー。